ギリシャ聖教会の元守座主教、アテネ大主教イエロニモス2世。このような黒色の黒ブークが一般的。リアサを着用し、パナギアを胸にかけている。モスクワフ主教マカリー2世。十字架が前面についた白い黒ブークを着用し、パナギアを胸にかけている。左手に持っているのは、チョトキ。ロシア系の聖教会では、 不主教は白い黒ブークを着用する。他に、フィンランド聖教会の大主教も、白い黒ブークを着用するなど、白い黒ブーク着用の習慣については、地域差がある。また、リアサを着用し、パナギアを胸にかけている。黒ブークとは、聖教会と、東方天霊カトリック教会において、修道士、修道士祭、主教が着用する帽子である。 特にロシアの伝統に位置づけられる。日本正教会では、修道棒とも訳されるが、カタカナ転写の黒ブークがより一般的である。カミラフカを元にベールをつけて作られ、ベールはカミラフカを完全に覆い、肩と背中に垂らされる。アトスさんの伝統では、ベールはカミラフカに簡単にかけられているだけであり、取り外しが容易になっているが、 他の諸教会の伝統においては、ベールはカミラフカに固定されている。黒ブークは教会において、修道士によって、しばしば着用される。方針霊の最中に、修道士が、黒ブークを頭から脱いで、自分の左肩に乗せ、聖なるものに対する敬意を表す時がある。修道所は普通は、方針霊の際に、黒ブークを脱ぐことをしない。 正教会において、すべての主教は、修道士でなければならないことから、黒ブークを、主教も着用する。教区を干渉する主教はシンプルな修道士用、黒ブークをかぶる。スラブ系の大主教と、不主教は、異界を表すものとして、普通小さな十字架の飾りが、全面につけられた黒ブークを着用する。ロシア系の伝統を持つ教会の不主教は黒い。 黒ブークではなく白い黒ブークを着用するが、フィンランド聖教会の大主教も白い黒ブークを着用するなど、どのような役職にある人物が白い黒ブークを着用するかについては、その運用に地域差がある。ルーマニア総主教は白いリアサと白い黒ブークを着用する。いくつかの聖教の教会の総主教は、 黒ブークに似た、頂が丸く、セラフィムの像が飾られ、十字架が頂に付けられた白い、帽子を着用する。この形態のものは、クーコリと呼ばれる。村上春樹によるアトスさんをめぐった、際の気候、雨天んえでは、バースデーケーキに例えられ、北野武氏からは、煙突みたいな帽子と評されたものは、黒ブークかカミラフかのいずれかであると思われる。ありがとうございます。